高校教官与一かもぐさぶつら教連機南苑航空学校は1913年に北洋政府軍政参謀本部が北京の南苑に創設した中国史上初の飛行学校である。後に飛行場となる北京の南苑五里店連兵場は1904年に武志軍によって作られ、後に王子鎮の新軍第六鎮が利用していた。1910年8月、 日本で航空技術を学んでいたリュータスクセイとリホーシュンは中日講師ココレノリの支援によりフランスの総アサ式飛行機を携えて帰国した。軍司フは1910年8月リュータスクセイとリホーシュンに南縁連兵所に飛行機小試験所を設置させ、また練習所を設置。また国産機の製造に携わり、飛行試験を行うも失敗した。 初の中国人飛行士は1909年9月21日に、初飛行を果たした広州出身の表情で、1911年6月21日には、広州の燕包みにて自作の航空機で飛行するが、米国籍であった。一方、軍師府は、摂政の愛新閣らはじめの承認を受け、近衛軍で飛行隊の設置計画を立案、官費で陸軍部のフランス留学班であった。 新軍軍人の新国、方兵新、洋石級、反正中、英国留学生励む南日バメラパイロット養成に乗り出した。後、1914年同番、ジェーン航空記念館には7名の中国人パイロットの名がある。中でも、新国は1911年4月6日に、南縁で初飛行を果たしており、これが中国人、 パイロット発の国内飛行であるとされる。彼らは、近衛軍航空隊として秋三竿で、公開飛行を披露する予定であったが、侵害革命により頓挫した。侵害革命勃発後、霊元広氏率いる湖北軍政府は、エトリヒタウベ2機を発注。しかし機体が届いた頃には、革命は終結しており、南京臨時政府は、南京英樹司令部交通団の管轄下に、 初の航空隊である飛行兵を組織する。しかし、北洋政府の成立後飛行兵は解体され、タウベは南縁に送られた。1913年を春、総統府軍事顧問となっていた、フランス中華な公使館府駐在部官のジョルジュ・ブリソード名誉大佐は中華民国臨時大総統、遠征外に対し、航空機と潜水艦がこれからの戦力で重要になるととき、 航空学校の開設を兼議した。また、3月には、霊源広市副大総統が中心となり、27万銀元の借款を持って、コードロン G3 及び G4 合計12機の練習機を購入、さらに6万銀元で、陸軍第三市の管轄となっていた南縁連兵所を完全な飛行場に改装し、修理省と宿、席を建設した。同地には、 第三市の管轄で飛行訓練班が設置され、帰国後に古軍と特府航空隊隊長となっていた、ハゲムナンジ、ツバメが飛行主任研修理所省庁となる。同年9月1日、南縁航空学校が正式に開校。初代校長に、新国、副校長に、と渡る厚、音楽が教育長、ハゲムナンジ、ツバメが飛行主任教官となった。家庭では、 学科と技術科が実施された。学院の大半は陸軍学童の卒業生たる小位中位クラスの小僧軍艦で、第一期学生は1年間であったが、後2年間となった。教育課程は普通組と高級組があった。1913年冬に内蒙古で反乱が起こると、南炎高校教官の反省中操縦、一期生生徒の呉れ教門偵察で、 タクラガイにて、偵察任務を行う。これが、初の実戦投入となる。1914年春、白、アキラの反乱で、反省中らが、信用で偵察、爆撃任務を行い、続いて、新国に引きられ一期生の翔太敬主と、関小泉ら操縦の一期、ハゲム南次元操縦の一期が西安に派遣された。1915年、陳の視線派遣に伴い、 リモ、リン、クレブリ、ジ、リュウキチョウと航空機2機で航空連が編成され、生徒に駐屯。五国戦争が起こると、四川省、湖南省に各2機が派遣されたが、遠征外の市により中止となった。1916年10月12日、航空学校条例が交付される。この条例では、資格、高速、待遇、家庭、試験、 経費など8章60条が定められたほか、科目表、給料予定表などもついていたが、暫定的なものであった。1917年1月17日、2章22項からなる、航空学校学院技校待遇条例が交付される。航空教育に関する重要事項であったことから、参謀本部の起案後、国務院を通過し、大総統、霊源広氏の名で交付された。 将君副壁勃発後の1917年7月5日、校長の新国は、弾気随に対し、飛行人員を率いて、内逆軍各部と一致行動を取りますとの電報を発している。7月7日、弾気随の命により、新国と共感の要石級、方兵神で、内逆軍臨時航空隊が編成され、コーデュロン C 型で、資金城への偵察。 豊タカ大の弁士軍人地や北京城内南川沿いの長訓邸宅への爆撃、天安門上空で投降を呼びかけるビラ散布を行った。1919年、ダンキ気髄は航空計画を立案、フランス式からイギリス式に切り替え、フェルトン・ホルト少将を率いる軍事顧問団を招聘学校は参謀本部から、 新たに成立した国務院航空事務所の管轄となり、それに合わせて航空協連所と解消した。北京企業組合代表のトーマスバーソンを介して購入したハンドレページを4 0 6機が11月より相次いで到着し、英国人、教官2名によって生徒に完熟訓練がなされた。翌1920年春にはアブロ504系も到着。この 英国のビッカース・ビミー・コマーシャルと、ビッカーズ・ビム、小・ビミーと呼ばれたを投入。1920年8月、総根、張作霖は、北京を制圧。しかし、張作霖は、航空協連所などから大ビミー4機、小ビミー4機など航空機準数機、機材の大半、洋石級らの人員を東北に持って行ってしまった。このため、総ンは、 固定航空隊を設置、また直霊派の航空戦力育成のための地に、固定航空学校を設立する。第一次、笹藤家戦争後の同年10月1日、段気随政権時代に、借款で購入していた大美美40機、小美三35機、アブロ504 k 60機が到着。11日、大美美の戦力化のため、清川県に、大梅訓練班を設置。 一期生より、上治療を、長歩み。二期生より、長角一、当研中、三期生より、李民、宋、高清、古し、小栄将らが、練習員に任ぜられ、英国より招聘された教官やパイロットにより、改装訓練が行われた。1923年、国立北京航空学校に改名、航空事務所も航空所に再編された。1924年4月、 中央航空司令ブレーカーに置かれる。9月の公設戦争勃発前夜、教育庁の正規に中央臨時航空隊の編成が命じられる。小王子が隊長、ジョイワクはじめ、ヨネヨシミノギ、シャナルサツキラが隊員となり、任務に当たることとなった。中央臨時航空隊の蘇州駐屯当時、方兵神を指揮官として、チャンス航空隊との統一指揮部が編成され、 飛行員8人、爆撃機8機を共有した。そして第2次、笹口自家戦争が本格的に勃発すると、4機制も派遣され航空、第4隊が編成された。また、校長の金与中を隊長、教育長の金況道を副隊長とする予備隊が編成され、引き続き訓練を行った。1925年5月10日、北京を掌握した、 法典派は航空所人事を一新するが校長は金与中が留任した。1928年北洋政府の消滅に伴い南炎航空学校も15年の歴史に終止符を打った。廃校までの間4期とも158名の飛行学院を排出した。卒業生は保定航空学校の教官となったり、後には中華民国空軍の中堅幹部となり、 空軍の発展や後進育成に多大な貢献をもたらした。1923年11月入学、1925年11月卒業、合計36名。ありがとうございます。